今日は実はミャンマーとウガンダ、はい、そうですね、まあ、2つの国からということで、今日が22カ国目で、先々週アフリカのウガンダに僕が行ってきたので、そのウガンダの子供たちの手紙を持って今日は、この南に行ってきたと、保育所に行きました。ゆくゆくはそのペンフレンドプロジェクトにしようかとか最初思ったりとかしていて、手紙プロジェクトから始まったものがなんかペンフレンドプロジェクトぐらいまで育っていくといいなっていうふうには思います。今までにない以上の活発な子どもたちで、反応がすごく良くてですね、あんなに早くにいろんな色を使って絵を描いてくれるとは思わなくて、これはもしかしたらその時期が1年なんだっていうのもあるのかもしれないし、もともと絵の教育の方法がというかこういう感じだったのかなって思いましたけど、非常に嬉しい気持ちです。むしろ励まされるそうですね、はい、今後の展開としてはその3月11日までに今預かっている手紙を全部各園に配り終えて、今後はですね、心のケアの部分を中心に、震災から1年支援の仕方が変わってくるということなんですね。はい、分かりました。今日はどうもお疲れ様でした。それこそありがとうございました。ありがとうございました。